テレグラムはロシア人技術者が2013年に開発し、現在はテレグラムメッセンジャー LLP が運営しているインスタントメッセージアプリケーションである。スマートフォンのモバイルアプリケーションとして無料で利用できる。メッセージは暗号化されることでプライバシーを担保し、一定の時間が経つと消える機能もあるため非特性が高い。すべてのファイルフォーマットを送受信できる。また、 API が公開されているため、ユーザーが非公式クライアントを作成することが可能である。クライアント側はオープンソースで、サーバー側はプロプライエタリソフトウェアである。共同創設者のパーベル・ドゥーロフロシア連邦最大の SNS である不コンタクテの創設者であるニコライ・ドゥーロフとパーベル・ドゥーロフ兄弟が2013年に立ち上げた。テレグラムメッセンジャー LLP は、 ドイツのベルリンに拠点を置く独立系、非営利企業であり、V 系との直接的関係はない。ニコライはパーベルによる自身のデジタルフォートレスファンドを通しての金融支援やインフラ提供により新たなメッセンジャープロトコルであるムトプロトを開発した。2013年10月時点で1日あたり約10万人のアクティブユーザーがいたが、2014年3月24日、 月あたりのユーザー数が3500万人に、1日あたりのアクティブユーザーが1500万人に達したことを発表した。2020年時点で世界で約4億人、ロシア国内では約3000万人が利用している。2013年12月21日、ロシアの IT コミュニティがテレグラムのセキュリティ欠陥を発見し、発見したユーザーには修正後に、 テレグラムより10万ドルが送られた。2014年3月1日、初回のコンテストは優勝者なしで終了し、通信内容の暗号化を解除する鍵が公開された。テレグラムによれば、この暗号を突破する挑戦は、永続的なプロジェクトであると表明し、より激しい攻撃ができる、新たなコンテストを発表した。2014年11月、電子フロンティア財団による安全な、 メッセージング審査で、テレグラムは7点満点のうち5点と採点された。ロシア通信監督庁は2018年4月、テレグラムの使用を禁止し、首都モスクワで抗議デモが起きた。IP アドレスの遮断など封じ込めの取り組みに対して、テレグラムは様々な技術的対抗手段を講じて、ロシア向けサービスを継続し、ロシア政府のネット検閲に抵抗する。 象徴的存在とみなされた。新型コロナウイルス感染症の流行下で国民への情報提供ツールとして利用する公的機関もあり、規制は境外化していた。ロシア政府は2020年6月18日、テレグラムが薬物犯罪やテロリズムとの戦いに協力するようになったことを理由に規制解除を発表。さらに7月には、テレグラムのペレコプスキー副社長が、 火山で開かれたミハイル・ミシュスティン首相と IT 業界の討論会に参加するに至った。パーベル・ドゥーロフは規制解除を素晴らしいニュースだと歓迎した。ニコライが開発したムトプロトというプロトコルによって種類に関係なく、すべてのチャットは暗号化されている。このプロトコルは256ビット対象のアイス、暗号と RSA2048 暗号。 ディフィー・ヘルマン研共有をベースにしている。すべての公式クライアントはオープンソースになっているが、サーバー側のソフトウェアはクローズドソースのプロプライエタリソフトウェアである。パーベル・ドゥーロフによれば、サーバーのコードがフリーソフトウェアでない理由は、各サーバーがデータをやり取りしたり統合された自社のクラウドの一部として動作させるために、 アーキテクチャの大規模な再設計が必要だからとしている。FAQ ではすべてのコードは将来オープンソース化するつもりだ。我々は開発者が新たなテレグラムのアプリケーションを開発できるようにする良い形で文書化した API やセキュリティのスペシャリストからのお墨付きが得られるオープンソースクライアントと最も便利な点から始めているとしている。 セキュリティ研究者のモクシー、マーリン・スパイクやテイラー・ホーンビーといった複数の暗号化コミュニティは、テレグラムによる暗号解読コンテストは、セキュリティ上の根拠がなく、一般へミスリードを招いていると批判している。プライベートチャットでのメッセージやファイルも読んだ後に、設定した時間で自動的に消去できることや、暗号化による高い安全性などから、 特殊詐欺の犯行グループ間の連絡手段、自動ポルノや薬物の取引など犯罪にしばしば利用されている。ありがとうございます。